今回は高杉使います。で、高杉がまあ結構強いんですよね。で、まあこの性能で、まあこの性能だったら大体の、まあ、クエストいけるんじゃないかっていうくらいで、まあいけるとしたらニラカナとか、あとはアルカディアとか、あとはどうぞ、まあいろんなバクデスとか結構あるけど、まあ、今回はエデンで使う。でエデンでまあもしかしたら多属性だけどもワープあるから関係ないんじゃねみたいな、まあ昔の高杉だったらちょっと、まあ、無理だったかもしれないけど、まあ、もう性能がもうおかしいからまあいけでしょ。なんか SS もね普通になんか5倍とかなんか言われてるから、なエデンも普通にいけると思うんだよね。そしたら、うわこれまた嫌なやつじゃんこれ。でまあ高杉の友情自体も強いし、てか元々のあの進化の高杉も強かったし、神化の高杉も強かったから、まあ重心化して弱いはずがないからね。そしたら、でこれでこういってこういって、ほらもうこの調教長弾だけでも普通に倒せちゃうからね。もう倒す奥さんはね、もう普通にいけちゃうからね。で、いやワンチャンこれアルカリエでもいけると思うんだけどね。まあ痛めは痛いけど、いやアルカリエいけるのかな。いやアバロンでなんかそれこそクリアしましたっていう人は結構ツイッターとか僕の友達とか結構いたから、アバロンはいけるんだったらアルカリエもいけると思うんだけどね。でで長弾が結構強いから、やっぱしっかり対策とかしておけば普通にいけちゃうかもな、アルカディア。あとワンチャンシュリンガーラーとかどうなんだろうね。シュリンガーラーも前それこそ火ダメ痛いけど、シュリンガーラーで モーツアルトアルファの3のセレナーデ1でクリアしてみたっていう動画出したんだけど、あれでも普通に勝てたから、まあもアイテムのおかげであったんだけど、ね、でもアイテム使えばシュリンガーラーでも普通に高すぎにいけるかもねということで、それこそまたダメ用のアイテム使ってシュリンガーラー行けば高すぎも普通にいけちゃいそうなレベルだねこれは。まあカルナとかも普通になんか余裕でいけるような感じだねこれも。カルナとかもゼコニラカナとかもそれもそうだし、いろんな実況者さんとかまあいたんで、まあ今回やらなくてもいいかなっていう。エデンの人、エデンで実況してる人はあまりいなかったんで、今回はエデンでやってみるっていう。これでこういってこういって
うわこれまた残るやつだなって思ってしたら、これが5倍ってさ、これでおお。そしたら、はいはいはい、でもう上は無視でしょ。そしたら、はいはいはい、浄化の輝きが世界を覆い尽くす。でこれでどのくらいいくんだろう。これで浄化の輝きが世界を覆い尽くす。めっちゃいった今で、さすがに飛ばしはしないか。さすがにゲージにすごい飛ばしはしないかと。これでそしたらで火だめ痛いで、あこれギリずれるかもしれない。これでうわで、うわそっちじゃねえ、そっちじゃねえよ。あと普通にこれ調教とかなきゃいけないじゃないですか。これでこうつけていって、これもう少し SS 単体色とかね、こんなことない。土から生まれし者は土に帰る。まあ友情とか SS も普通に強かったね。もうそんな感じで、まあバチバチに厳選すれば普通に強いわ。それはね、決めよう。